今日はですね、前回群像編第7章が終わって、今日は急変編なんですね。でちょうど真ん中ですね。ただこの急変編以降って結構前段と違って長いんですね、中身が。でまあ前みたいなその前編の方と違って言うと、ストラテジックなコンセプトとかいうところが多いんですけど、ここら辺ぐらいからですね、どちらかタクティクス中心になっていくんですね。で、まず、急変編のですね、冒頭の最初の、これ前やったんですけど、もう一回やりますね、この、頭部分ね、一回やったんですけど、ね、孫子は言う、およそ兵を運用する方法としては、将軍が君主の命を受けて、軍を編成し、兵士を統率しながら侵入するにあたり、口、さあこれ口、これ肘、足場の悪い土地には宿営してはならない。それから口ですね、その口、他国と散歩で接する土地は他国と侵攻を結ぶ。それから絶地、これね、今後が遠く離れた土地っていう、原文はそうではないんですけど、まあ、ここでは本国が遠く離れた都市。これは原文はですね、どこに書いてある、絶地しか書いてませんね。ではとどまらず素早く通り過ぎる。それから位置、周囲が囲まれている都市では後退する計略を立てる。これはね、後退する計略とは言ってないんですよね。位置にはすなわち測りって言ってるんですよね。七、周囲が敵に包囲される土地では必死に戦ってたりする。まあそういうことですね。道の中には通ってはならない道がある。敵には攻撃してはならない敵がある。城には攻略してはならない城がある。土地には奪取してはならない土地がある。訓命には受けてはならない訓命もある。そうなんです。そうだから上司の命令に従っちゃいけない。最後の上司の命令に従っちゃいけない。訓命に受けられるところ、ここだけですよね。こういう上司の命令に従うな。だから一番上は将軍が君主の命を受けてっていうけれども、従ってはならない時もあると。面白いですよね、中国人っていうのはね。こう深いんですよね。なんていうかな、日本人には考えられないですね。まあ、なんか独特のバランスというか、どっかに遊びがないといけない、遊びっていうか、その。ね、こういうことですよ。僕はもう儒学を20年勉強してますけどね。中国人と儒学ものすごく精通してるんですよね。でもね、中国人の文化ってね、精通してるからそれをやるのかっていうとやらないんですよ。これが日本人と違うんですね。日本人はね、精通したらその通り言葉通り守るんですね。真面目正直にね。で中国人は真面目正直に守らないんですよ。分かってる、それは分かってるけどそうしないんですね。ここはそういうことですよね。なんか園田さんが勉強のレベルをなんか前言っちゃったんですけど、最後はその遊ぶってことが出てきて、多分まさに知ってるけど使いこなすっていうか、状況に応じて使い分けるっていうか。そうですね、一生懸命覚える、それに従ってこう行動するとか。で最後にそこから少し離れて、自分でこう自由自在の活用していけるようになるみたいなこと、まあ、それも多分孫子さんが言ってたんで、どっかその諸国境の中から出てきてることなのかもしれないですけど、なんか言ってた気がします。そういうことですね。で、原文では孫子曰く、よせ兵を用いるの方は、将命を君に受け、軍を合し、衆を集め、七には宿ることなく、宿るって宿営ですね。
口には交わりがし、口ってのは他国と交わっているところですね。信仰もする交わりがし、絶地にはとどまることなし。これ絶地っていうのは遠か遠かん土地っていう意味じゃないと思いますよね。まあ、いずれにしても絶地っていうのはとどまってはいけない。位置にはすなわち測り、位置っていうのは周囲が囲まれている土地ではすなわち測りって、ここで翻訳した人はやっぱりいろいろ考えて交代するって言ったんでしょうね。基地にはすなわち戦う、道に寄らざるところあり、だから通っていけない道ですね。道に寄らざるところあり、軍に打たざるところあり、攻めてはならない、城に攻めざるところあり、城を攻めてはならない、地に争わざるところがある、地に争ってはいけない、取ってはいけない、こんな地に争わざるところがある。典型はあれですよね、日韓併合ですよね。朝鮮で攻めちゃいけなかったですね。訓命に受けざるところがあるということですね。でこれ英語はですね、ちょっと日本語と違いますけど、Sun Tzu said In war, the general receives his commands from the sovereignソブレンと君主ですよね。Collects his army and concentrates his forces. When in difficult country, これは difficult country っていうのは、ここで言うところでは非地ですよね。Difficult country。日本語訳はですね、足場の悪い土地、difficult country って言ってますね。Do not encamp in country where high roadsインターセプト。これハイロードって書いてあるけど、違うところでハイウェイズって書いたりするんですね。ハイウェイとかハイロードっていうのは、これは高速道路ではなくて幹線道路という意味なんですね。インターセプト、交わるんですね。Join hands with your allies. Do not linger in dangerous isolated positions. これはだから、dangerous isolated position ってここで言ってるのは、絶地ですね。デンジラス・アイソレート・ポジション。これ日本語なんて言ってるかというと、本国から遠く離れた土地って言ってるんですけど、ここではそうじゃなくて、絶地ですから、言葉通りにね、訳し、デンジラス・アイソレートって言ってるんですね。訳すと違います。In hemmed in situation、囲まれた状況においては、自分が囲まれた状況って言って訳してですね。ここでは位置ですね。In hemmed in situation, you must resort to strategy.ここだから日本語と違いますね。あなたはそのストラテジムというのは36形のことをストラテジムって言うんですね。だから戦略に頼らなければならない。で日本語の場合はですね、何て言ってるかっていうと、交代する形勢で立てる。これ英語の場合はですね、そうじゃなくて、must resort to strategy とこうそのまま訳してますね。まあ英語が間違ってる場合もありますけど、まあこれは素直にそのまま訳してですね。In desperate position, 七には you must fight ですね。There are laws which must not be followed. Armies which must be not attacked. Towns which must be besieged. これね、これ英語の訳はこれちょっと違うんですけどね。Towns っていうか、ま、町のことを言ってるんですよね。これは城、現場城ですけど。でも中国ってやっぱり城っていうのは城下町も含めて城壁が囲ってるから、ここではタウンズって言ったんでしょうね、この中国人は。Which must be seized. Be seized って取り囲むって意味ですね。取り囲ま、攻めないで取り囲まなければいけないって言ったんですね。この背景にはですね、タウンズ must be seized っていうこの言った背景にはですね、城攻めっていうのは何ヶ月もかけて城壁と同じ高さまで土を積み上げて、それで何ていうのかな、兵器の車をこう城壁まで持ち上げていって敵の中に攻め込むっていうようなやり方をするんで、そういう意味で must be seized って言ったんですね。攻めないけどもそういう準備をしなさいよということですね。それから positions which must not be contested、これはね、地に表さざるところがある。この positions which must not be contested、 争ってはならないポジション、まあ、ところがあるということですね。
commands of the sovereign which must not be obeyed、訓命に受けたるところがある。そのまま訳してますね。これストラテジェムっていうのはとその36系どういう囲まれた時にストラテジェムをに頼らなければいけないというのはこれ戦略っていうより36系って戦術っぽいですよね。戦術をいろいろ考え、戦術をいろいろ考えなさいと、そうそう36系そうですよね。相手ブロック相手騙したり使わせたりいろいろこう再工夫をしなさいってそういう意味ですよね。囲まれちゃったら正攻法なんか言ってる場合じゃないっていうことなんですか、ね、だから36系逃げるにしかずということもありますけどいろんな手段を考えて政策を考えなさいってそういう意味でストラテジーじゃなくてストラテジェムって言ってもそういう意味ですね。じゃあやっぱりストラテジェムっていうのはこの中国の人からしたらこうどうやって相手の裏を変えて気をついて相手の裏をかくかってそういうこうそういう意味合いになるんですかね。まあいろんな策を考えろという意味ですね。ストラテジーはいろんな策を考えろ、あれとあらゆる発砲手を捨てっていうマストリゾートストラテジーそういう意味ですね。囲まれたらなんとかその苦しい状況から逃れるための法則を考えなさいっていうのは役ですね。ここで言ってるような、こう、交代するとは言ってないんですよね。だから、まあ、別に役はまずいと思わないけど、ちょっとこの人は考えすぎですよね。それよりも交代するなんて言ってなくて、はかりと言ってるんで、まあ、いろんなことを考えてやれって言ってるんですよね。そうか、囲まれた時こそ、そういう脳を巡らせろって。そうですね。だから、in hemmed in って言うと、situations, you must resort to strategy ということですね。だから囲まれているからといって、まあ、諦めんじゃないよということを言ってるんですよね。だから、ここでその前の段取りで、dangerous isolated position というか、危険で、かつ、こう、孤立した、ところでは、グズグズしちゃいけないって言ってるんですよね。囲まれてるんじゃなくて、やっぱりそういうふうな、こう、絶地っていうことを言ってるんで、そういうふうな、こう、危険なところをやっぱり戦う場を作っちゃいけないって言ってるんですよね。あと面白いのは、その幹線道路って交差してるところでは、あれですよね、交わり合死って言ってて、まあそういうふうな、こう、口っていうか、他国と三方で接するとする、これは正しい訳だと思うんですけど、口ではですね、やっぱりあなたの同盟できるような相手と手を組みなさいって言ってますよね。で、その前に一番冒頭ではですね、difficult country って言ってるんですけど、これは非地ですね。非地っていうのは、足場の悪い土地ですね。非地。difficult country。don't encamp。足場の悪いというか沼地とかね、あとまあ、そういうところにエンキャンプ布陣しちゃいけないと。これ前々から宇野さんが言っているようにこのメッセージっていうのはこう下のソルジャーのレベルじゃなくてそれを統括する立場の人に対して言ってるということですよね。そうです。前線でこういう状況にもう物理的に直面している人たちからしたらできっとここは囲まれてるとかさすがにここには入っていけない危なすぎるとかこう感覚的に分かると思うんですけどその上で軍を指揮する人がこういうことを見極めていかなきゃいけないとするとなんかともすると、まあ、さっきの話じゃないですけど上の人ってこういうことをこう把握するこう情報網も自分で判断をこう匂いを嗅ぎ分けてしていくセンスもなんかなかったりすることもあると思うんですけど
この立場にある人がこういうことをこう判断して見極めてやっていかなきゃいけないとすると、なんかそれなりにいろんなこういう状況を自分が把握できるようにする、こう情報網というか、常にこういうところにアンテナを張っていられるような環境に自分を置かなきゃいけないっていうことですよね。まあ、きっと日本の会社でもこういうふうにちゃんとこう戦略的な手を打てる目を持った上の人っていうのもいるんだと思いますけど。僕なんかね、やっぱり全然何もしないでじっとしてても、そのポジションって維持できたわけですよね。で、やっぱり部下に任せてやられて、叩いてさ、失敗したらクビにして、成功したらね、自分のものにするっていうその上司もいっぱいいたわけですよね。でもそれじゃダメだと言ってるんですよ、ここではね。で、将軍自らが、その例えば部下から話を聞くだけじゃなくて、競合にも合わせろとか、それから同盟国にも合わせろとか、ここでは幹線道路まで見に行っていこうとか、ここは危険だからこういうことしちゃいけないよとか、そういうふうなことを確かめる。それから本当にそのストラテジェムをどういうふうにここを使ったらいいんだろうとか、本当にこれ戦わなくちゃいけないんだろうかとか、これは攻めてはいけないのか、攻めてもいいのかとかですね。そういうふうな、この道を通っていいのか良くないのとか、そういうふうなことをやっぱり絶えずその問題意識を持ちながらですね、日々経営していくっていうことが大事だよと言ってるんですね。そうですよね。ある意味自分この軍が次どういう行動をしなきゃいけないかっていうのは自分から発信していかなきゃいけないですよね。下からこう上がってきたものにいいとか悪いとかミソクソをつけるっていうんじゃないですよね。高橋ピンとこないかもしれないけどね、例えば意外とね、日本の経営者っていうのはね、例えばディフィカルトカントリーっていうか、難しいところで、その沼地なんかでも平気で布陣しちゃったりさせたりね、それから幹線道路なのに敵を仲間にして味方にしようとしなかったりね、それからデンジャラスアイソレーテッドポジションなのにグズグズしてたりするんですよ。で、それがドントリンガーっていう意味がですね、こんなデンジャラスアイソレーテッドポジションなの絶対ダメだって言うんだけど、グズグズするんですよね。だからやられるんですよね。で、ヘムドインだったらもうヘムドインだからもう諦めちゃう。そうじゃないんだと。それはもう八方手を尽くしてお前頭使って考えろと。こういう脱出の仕方もあるぞ、こういう攻め方もあるぞということを日頃から考えてないと、いざとなるとその頭動かないんですね。だからそういうふうな、なんていうか、その場その場に応じた臨機応変のね、アクションをどう繰り出すかっていうことは、いろんな局面、いろんな場所でね、それに応じたね、ことを考えておく必要があると。だからカマンセンスで行動するな。だから最後の commands of the sovereign which must not be obeyed っていうのはそういう意味なんですね。あなたが持ってる常識でもって物事に対応するなって言ったんですよね。だからそれがやっぱりその、なんていうかな、経営者って、本当すごい経営者っていうのは、今すぐアクションしないとやばいっていうことに対しては非常に敏感なんですよね。で、それは日頃からこういったことを考えてるわけですよね。グズグズ、ドントリンガーと、グズグズしちゃいかんと。ね。もしくはこういう時にはもうすぐ、join hands with your allies とかね。do not encamp とかっていうことを絶えず思ってるんですよね。ここは戦わなきゃいけないと、もう最初からもう you must fight!no excuse, you must fight! とこういうふうにはっきり命令するっていうことですよね。前の李将軍は南北戦争なんで負けたのかっていうと、自分の部下の将軍にね、もし状況がまずかったら戦わなくてもいいよって言ったんですよ。そうじゃないの。You must fight って言わなきゃいけなかったんですね。
そういうこうはっきりした一生児っていうものもやっぱり必要なんですね、こと言ってるのはね。それがやっぱりその後はやっぱりこうなかなかいい言葉で、あの laws which must not be followed とかね、 armies which must not be attacked とかね、 towns which must be seized とかね、そういうふうなことを言ってるんでしょうね。だからそういう意味からすると、あのどうしてもしなくちゃいけないとか言ったからやらなくちゃいけない、そんなことはないと、もうすぐ撤回しなさいと言ってるんですね。だからそういうふうなことをもう臨機応変に動けっていうこと、それからそのためにはその前に状況把握を絶えず日頃からしておけということですね。だからよくあるあの、まあ、上司っていうかね、僕なんかもそうでしたけど、問題はですね、それは10倍努力しようと10分の1努力しようと結果が良ければよしなんですよね。でも10倍努力して目いっぱい努力しても努力しきれないくらい今世の中変化してますから、そういうことでもありとあらゆる情報を集めてね、どう対応するかってことからを考えてませんないと、あの会社は潰れるんですよね、時間の中でね。なぜ日本がその IT 企業が没落していったかってそこにあるんですよね。既存の要するにその何ていうか自分の持ってる技術に安住してて、彼ら食べさえいけないから既存の技術の中であぐらをかいちゃったんですね。言い方変えれば、既存の技術で 75% も日本の企業が古いコンピューター回してるの運営してる連中をやっぱり日本企業は切ってね、それをベトナムとか中国に下請けさせて、自分の企業は足切りしてね、そういう社員の何千人も切ってね、新たな技術の人材育成しなきゃいけなかったんですよね、この20年間。やらなかった。で、利益は出てるけど、どん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 弱体化していったんですね。それはまさしくここに書いてあるこの通りですね。Positions which must not be contested とかね。そういうことですよね。なんかよく、もう今は変化が激しい、その変化に対応していかなきゃいけないっていう社長がいるとしたら、まずは自分がそういうふうに変わっていかなきゃいけないっていう言いますけど、我々の前に自分が変わらなきゃいけないってことですね。いや、変わるっていうことは何かっていうとね、勉強しろってことですよね。で、変わらなきゃいけないってことは分かって、皆さん分かってて、あの研修会いっぱい出るんですよ、 IBM とか、Google とか。で、研修会出て何やるかっていうのは、僕いっぱい YouTube 見ましたけど、あんなもの見てもしょうがないんですよ。うちはこういう成功した会社を説明します。こういったうまくいったことを説明します。うちはこういうふうな DB2 の素晴らしいデータベースを紹介します。で、それでお前何なんだっていうことですよね。そうじゃない、その背後にあるね、技術っていったら何ですかっていうことがあるわけですよ。そんなことは IBM とかね、オラクルは説明してないわけで、自分の商品を売りたいだけのためのその何ていうか、オラクルも Google もみんなそうですよね、 Amazon も。そんなのいくらで何回勉強したって勉強ならないんですよ。で、その背後にあって何をしなきゃいけないのかっていうね、いうことをやっぱり勉強しなきゃいけないんですよね。で、どうしたらいいの、それはここに書いてあることなんですよね。だから、じゃあね、そのここにいろいろ Don't encamp って言ってるけど、分かったけど、一体俺たちどうしたらいいんだっていう、そういうことを日頃から考えてない経営者は失格なんですよね。いや、例えばさ、ドントリンガーって早く動けって言うんじゃないんですよ。ね。そのため、どういうふうな情報とか、どういうふうな知識とかスキルとか、兵隊にどういうふうなものを身につけさせて、どうやって戦うのかっていう日頃からの配慮がなければね、そんなことできないんですよ。もちろん命令系統の統一っていうのはありますけど、そんなこと以上にやっぱりその教育、要するに自分の部下をどう教育して、どうやって運用していくかっていうことが日頃からやってなければ、こんなこと対応取れないんですね。例えば、ジェネラルがですね、in hemmed in situation の中で、どうしたらいいんだって、そんなわからないですよね、ストラテジーもなんて。部下を日頃から育成してなければ。石膏を出して、石膏で出してきた答えが、その石膏をちゃんと教育しなければ、とんでもない石膏のリスポンスが出てきたら、負けちゃいますよね、兵士はね。だからここでその You must fight と言ってるけど、前にも出てきたように、
相手が旗とかねドラとかきちんとした軍隊でねきちんとしたやつに立ったらもう戦っちゃいけないんですよね、うん、もうだからもうデスパレットポジションだともうどうやって逃げるかって考えちゃいけないってこともあるわけですよ。これはだから彼ら その常時こう千変万化する状況の中で部下も含めてどう判断できるか日頃から育成していなきゃいけないんですよね。だからカメレオンみたいなあのトラディショナル技術だけでやってたらみんなカメレオン同じ金トラメンみたいな意見しか出てこないですよね。それじゃダメなんですよね。で応にしてジェネラルっていうのは部下の違った意見を否定しがちだけど否定しちゃいけないんですよね。それはやっぱり聞いて受け止めていくっていうような心を持ってなければこういう意味では勝てないんですよね。まあ、ここではそういうふうな意味があるんですね。面白いですね、うん、これ前やったんですよね。今日はちょっと説明の内容が変わりますけど、まあ、日本語の訳がこれでいいかどうかっても多少疑問ありますけど、まあ誤訳っていうかちょっと考えすぎっていうところもありますけど、まあいいでしょうみたいなところですね。ゼッチってこれは誤訳ですよね。孤立した場所です。そう。まあこの訳した人も苦労したんでしょうね。